やります。着物っぽい？どうなんだろう。なんとなく、なんかこう急に体が変わってジョローグモとかそういう感じになりそうな勝手なイメージを持ってるけど、どうやるんだこれ。毎回消えるのか。近寄ったら勝手につけてくれる感じなのかな。掴む。おう。しゃがみ中のダッシュはできないか。ああ、ジャンプすれば勝手に崖を掴んでくれるんだ。高さが、戻れないと。なんだっけ。なんか割っていけばいいんでしたっけ、あれ。収集要素的なもので。カメラを反転にしちゃったんだけど。今回はそうしない方が良かったかもしれないな。さっき窓の外何か通った。この高さだと自分で掴むボタンを押してやらないとダメっぽい。
難しいな、地味に。タールではないのか。あなんでしょうか。この横の影が何か人みたいなものに見える。開いた。押しっぱなししたら登ってくれるんだ。冷蔵庫かと思ってたら靴履いてるし、なんだ。ジャンプどうだっけ。丸ボタンか。ジャンプしながら丸ボタン。あ、下が先。刺さってますが、ついてくるのかな、これ。来ないか。奥は何もないっぽい。地味に操作難しくないか。 PS コンでやってるんですけど、近くでダッシュして、あ、どうなんだろう。あ、変わんないのか、ジャンプの距離。あ、変わんないわ。じゃあそんなでもないかな。四角から丸に向かって、ああ、大丈夫そうかな。全力のジャンプ出そうと思ったら、四角を押しっぱなしで丸を押すみたいなことしないといけないかと思ったけど、ジャンプでも加速するから、これでいいのか。急にカメラが引いてると怖いな。ちょっと待って。ああなるほど。うまく越せてたら火をつけられたし、
三角の彼を抱っこすることもできたと。ってことはもうこれ収集要素全コンプ無理なのでは。何の声だ。暗い。隙間風の音なのかな。明るさ最大にしてんだけど暗いな。スティックも回してやらないといけないんだ。これでどうでしょうか。ギリギリ間に合ってない。最初レバーに引っかかったのがもったいなかったか。ああ、こっち側から回せたらよかったんだ。なるほどね。で、こう。